はい、どうも、うみです。本日は僕新入社員というゲームをやっていこうと思います。いや、厳しすぎる部長のマナーレッスン、絶対に嫌だね現実では絶対に嫌なんですけども、まあ、今日はね、私は本当にね、自分でもね、常識ないなとかいろいろ思うところがあるんで、マナーレッスンをね、ちゃんとしなきゃなと思ってこのゲームを入れてみました。という理由は建前です。ではやっていきましょう。ただ単に面白そうだったからやってみます。ではスタート。はいすっげー建前作ったの私。お、なんかいかにもな部長ですね。あなたは新入社員です。これから働く会社にはとてもマナーに厳しい部長がいます。新人のあなたは大変だと思いますが、部長に怒られながら少しずつ学んでいきましょう。そうだよ、怒られているうちはまだいいって言うけど、でも怒られたくないよね。うん、私怒られるのすっごい嫌だ。なんか怒られてるのを見るのも嫌だもん。嫌な気持ちになっちゃう。これかな。お、面接を受けろ。はい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 、面接を受けていきましょう。マナー1、面接を受けろ。いやでもね、今ほんと新入社員がね、ちょうど頑張ってる最中というか入りたてでね、なあ途中ですよね。うん、今面接を受けろ、開ける。ん、あ、待って待って待って、あ、そういうこと。あ、ノックしてないよ。あ、なるほど、そういうことか。開けるっていうボタンの前になんか押さなきゃいけないのかな。おいおい、ノックもせずにいきなりドアを開けるのは失礼すぎるよ君。うん、ごめんなさい、それはごめんなさい。リトライ。これはここでノック3回だったかな。よかったー、よかったよかったよかった。なんか3回だったよね。ちょっと2回か3回かちょっとなに何してんのすっごい踊ってる。いいじゃん、この上司すっごいいいじゃん。星一つのクリア、何か見落としていないか、もう一度試してみよう。お、星一つのクリア、ダメなんだ。合ってるけどダメなんだ。何か見落としていないか、なるほどね。はい、どうぞって言われてから開ける。なるほど、なるほどやばい、すっごい納得した。だからか、これで星さんつくかな。おし、はい、よかった。ちょっと2、3回ミスった後に気づいたんですけども、そうですよね、どうぞって言われてから開けるっていうの習った習った。完璧なマナー、この調子で次も頑張っていこう。よし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 、いいよいいよいいよ、ちゃんと自分の力でね、見つけられた。マナーにハンコを押せ。私のところだよ。おや、なんだこれ、むずいぞ。ほ、ちょっとなだめったけど、え、違う、え、なんで、もう待って、私わかんない、マナーないです、私皆無です。皆さんお気をつけください、私マナー皆無です。か、角度がおかしいだろ、もっと角度にもう気をつけてくれ。ほう、角度ちょっと斜めってたんだめ、むずくない。うん、ちょっと7、え、さっきのでダメなんだ。え、むず、これただ単純にむずくないこのゲーム。ダメなんだ、上司の印に頭を下げる感じで45度の角度で押すとよりいいね。そうなんだ。そんなことしなきゃいけないのめんどくせえ、めんどくさい世の中ですね。次、ごめんなさい、こういうのめんどくさいと思っちゃうタイプなんですよ私。よし、じゃあ次、マナー3、責任感を持て。責任感を持て、責任を持つの、ほい。これただ単にむずくない。ほ、バランスゲーじゃん。ほ、お、いいよいいよ、欲ちっちゃ、そんなもんでいいの。欲、もっと欲出してこう。あ、うん、いいんだこれ。ほ、ギリ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 、は、違うじゃない、違うではないんだよ、むずいんだよただ単にむずい。社会人としての心構えが足りてないな、もっと責任の持てる人になりたまえ。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。責任、もしかしてこうして欲は右側に、あ、めっちゃ完璧、寄せるんじゃないの絶対に。だってここさ、むずくない、だからここで
絶対そうだ、絶対合ってる、これ合ってる自信しかない。ほっ、もう行くよ、じゃんじゃん。ほっ、いや絶対そうでしょ。うわうわ、そういうこと、え、何、でも結局どういうこと結局どういうこと、もうバカすぎん私。え、でも星 1? ちょっとバランスが危なかったけど、なんとか責任持てたね。え、バランス危なかった？もうちょっと完璧にしたらいいってことなのかな。難しい。まあとりあえずクリアしたらね、次へ行きましょう。もうね、星3目指してたら私一生終わんない。マナー4、お茶を飲め。あー、何かありそう。あ、相手が飲んでからじゃないこれ。ちょっと待ってみよう、多分そうだよ絶対。やっぱそうだ、飲んじゃいけないんだ。いいよ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 、ちょっといいよ、調子戻ってきたよ。いいねいいねいいね、星さんだよ。しかも全く飲まなければ怒られることもないね。喉乾いたらでも飲んじゃいなよ、私飲んじゃいそうマジマナーないから、普通にどうぞとか言われたら ありがとうございます、ズズズズズでいきそうなんだよな。うん、マナーない女、こんな女にはならないように気をつけてください。マナー5、打ちっぱなせ。打ちっぱなせマックスで、おら、あーちょっと違うってなりそう。あ、おーおーって飛んだ。でも星1だよねこれ、マックスじゃないから。いや普通にむずい、むずゲーなんだよな。星2とかもうならないよね。部長は嬉しそうだけど、もっと喜ばせてあげたいね。ちょっともう一回リトライしていい、これ、もっと喜ばせてあげたい。ほ、あ、いいいい、あ、すかぶった。自分より部長よりは下手くあれってこと、なんだそれなんだそれ、完璧なマナー、この調子で次も頑張っていこうこんなマナー嫌なんだけど、私嫌なんだけどマナー6、電話を取れ。ほい、なんでなんでなんで、電話取ったよ。え、どういうこと、取るのが遅いぞ、待たせて申し訳ないという気持ち。え、マジで今の遅かった、トルプか。お、今の完璧じゃん早すぎこんな早くなきゃいけないの、そんなもんなの、恐ろしい。あ、あ、惜しいんだ、もっと早く電話を取れるとよりあれよりも早いの、今だいぶ早かったと思ったんだけど、これよりもか、厳しい社会ですね。はい、次マナー7、飲み物を飲め。飲んじゃいけないんでしょどうせ、飲まないよ私、もうさっき学んだからね、飲まない飲まない。え、飲んでいいの、え、飲んでいいのかなこれ、飲んでいいパターンぽいね、飲む、え、飲んじゃダメじゃんダメじゃん。君は仕事中に人前で普通にジュースを飲むんだな、偉くなったもんだな。だって喉乾いたんだもん、いいじゃん、喉乾いたんだもんダメ、私なんか社会に反抗的になってる、そんなつもりじゃないです、全然全然そんな感じじゃないです。どうすればいいんだろう、ジュースじゃなかったらいいの、部長に差し上げる。でも何も押せないんだよね、やっぱこれとりあえず待ってみよっか。わかったわかったわかった、部長がこうやってあの仕事してるうちに飲むってことなんだ。あ、ちょ、ごめんごめんごめん、完璧にタイミングをミスりました、今だ。あ、そういうことね、あ、ここ、あ、押しっぱなしだと飲むんだ、だるまさん転んだ方式だ。おら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 、煽ってる煽ってる煽ってる、ちょ、違う違う違う、あ、むず、普通にむずい、ちょっとさっきは煽りすぎましたね、うん、調子乗りすぎた、ごめん部長。いやでもいいじゃん、ちょっとぐらい飲まして、ちょ、むずい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 、もうこれ 2,3 回ミスってるから今、めっちゃ後半むずいんだよ、すぐ見るからねこいつ、仕事しろ、お前が仕事しろ部長に対してもうめちゃめちゃもう態度悪いから私。お、星2か、もっと早く反応できるとより良い感じ。うるせえ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 、今十分頑張ったんだよ、 2,3 回ミスったんだよ。マナー8、定時に帰れ。5時、定時に帰れだから、ちょっと待って、え、見てなかった見てなかった見てなかった、え、見てなかった、
このぐらい。あ、すごくない？違うの？あれ？ちょっと待って、めっちゃ奇跡的にタイミング合ってたのに。違うの？5時じゃないの？定時は5時なんだが1秒以上遅れているな。残業代を稼ぐつ、なんだこのゲーム、クソむずいぞ。1秒でもダメなの？50 51 52 53 54 55 56 57 58 59。はい、はあ、むずい。私こういうの苦手。はい、いけた、やっといけた。難しかった、もう飛ばそうかとまで考えたぐらい難しかったこれ。いやー、普通にむずいゲームだなこれ。お、よしよしよし、めっちゃぴったりだったもんね、ほぼ完璧なマナー。この調子で次も頑張っていこう。マナーなのかなこれ。でもね、残業してしまう、わかんないわかんない、何も言わぬ子。挨拶をしろ、角度、はい、むずい、いきなりちょっと初見クリアむずいなこれ。小さい子に対しては大人の余裕を見せるんだ、胸を張って堂々とな。へえ、そうなんだ、小さい子に対しては堂々と。ほい、ん？ん？角度？どういうこと？何をすればいいんだろう。あ、そういうことね。え、これ？胸を張って、なるほどなるほど、これで選択するんだこれ。え、違う？え、誰？この人、右の人誰？え、上司かなんか。ちょ、右の人が誰か分かんない。同期に対しては軽い挨拶だ、手を挙げるくらいでいいかもな。同期だったんだ、もう誰か分かんないんだよ。見た目だけじゃ全然誰か分かんない。最初は胸を張って、胸を張らなくてもいいけどね。そんな偉そうにする、子供だからって。同期、次はこんぐらい、うわ、もう一個かな、もしかして。おい、その人は社長だぞ、限界まで頭を下げるんだ。いや、知らん知らん知らん。威張る、やだな、こんな人間になりたくないな。子供の前であんな堂々と、堂々とというか胸を張る。あ、ちょっと、こんなフェイントあるの？このゲーム思ったよりも奥が深い、フェイントをかけてくるね、すっごい難しい。で次は、はい、違う、あぶねえあぶねえ、つい同僚でしょ。はいはいはい、これで終わり。おお、来た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 、社長、お腹ぽっこり社長。次誰ですか？おお、なんか合ってた。誰ですかが合ってました。お願い、もう終わり終わり、来た社長。はい、90度、いいお尻、いい角度、いい90度。こんなしたらぎっくり腰になっちゃうよ。いいね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 、さっきの部長か、だからあの角度でよかったんだ。完璧なもの、この調子で次も頑張っていこう。いいよいいよいいよ、めちゃミスったけどね。じゃあ次マナー10までいったんで、ここで終わろうかな。50部コピーしろ、50部コピー、50部、連打すればいいの？あ、やばい、数えてない数えてない、ちょっとごめん、もう絶対無理。あ、終わった、違う？え、すりすぎた？必要以上にコピーしすぎ、それも経費がかかるんだぞ、コストは最小限でだ。あ、やっぱコピーしすぎてたんだ私。え、数えてなかった。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,ちょうど、今50じゃなかった？ふ？ほ？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。やっと終わった。やっと終わった、マジ難しかった、一番難しかったこれ。マナー10、それで星1、こんなに頑張ったのに星1、なんてブラックな社会なんだ。